健康にいいと思ってある男性がツナ缶を週に10缶食べてたらしいんですよ。そしたら血液検査をしたらなんと危険なほどが出てしまったそうなんです。今回の食材大辞典はこちら。このツナ缶を丸裸にしていこうと思います。さてこのツナ缶なんですが、もう本当に私たちの生活の中でおにぎりに入ってたりサンドイッチに入ってたりあとサラダに入ってたりと本当身近な食品の一つだと思うんですけれども、このツナ缶一体何なのか皆さん知ってますか？ツナ缶はですね、ビンナガマグロ、そしてキハダマグロ、メバチマグロと、あとカツオを油漬けしたものをツナ缶という風に呼ぶんです。そうなんですよ、ツナってあのマグロのイメージ皆さんあると思うんですけど、実はカツオが入ってたりするんです。そしてこのツナ缶なんですが、実はですね、いろんな種類に分けることができます。まずはですね、原料で違ってくるんですが、2つに分けることができます。1つがこのホワイトミート、そしてもう1つがこのライトになります。で、何が違うのかというと、こちらのホワイトミートなんですが、このホワイトミートは原料にビンナガマグロのみ使われているのをホワイトミートというふうに呼びます。このライトツナっていうのは原材料名がキハダマグロって書いてありますよね。なので、原料がビンナガマグロ以外のことを言います。そしてこのツナ缶なんですが、漬け方によって3種類に分けることができるんです。まずはですね、調味液に油を使ったもの、これ半分以上を使うと油漬けというふうに呼びます。そして次に、油入り水煮ですね、調味液に油と水と、または野菜スープで漬けたものが、油入り水煮になります。そしてもう一つが水煮ですね。これは油は使わないで水または野菜スープで漬けると水煮という表示になります。そしてこのツナ缶なんですが、実はですね、ツナの大きさによって3種類に分けられて、それぞれ名前も違うんですよ。皆さんこれ知ってました？ということでね、今日は3つ用意したので一つ一つ見ていこうと思います。まずはですね、これが一番私たちの生活の中で出てくると思うんですけども、これフレークになります。これもいつものやつですね。やっぱり小さいですね、他のものに比べると。食べやすいのでサンドイッチとかサラダにもすごい使いやすいかなと思います。うん、柔らかい感じです。そして次がこちらですね。このチャンクというものがあるんですが、ブロックよりも小さめの塊のものになります。ということでね、ちょっと開けていきます。よいしょ。あ、これはじゃじゃーん、塊になってます。パスタとかに使ったらいいかもしれないですね。程よい形なので存在感もありながら使えそうですね。こちら、ブロックってファンシーソリッドって言うんですけど、これですね、なんとシーチキンのツナの塊のまんま入ってるそうなんですよ。ちょっと開けてみますね。じゃあ開けます。おお、こんな感じで、こちらがですね、ブロックになります。おわ、すごい。ちょっと待って塊で、おわ、こんな風に、あ、ほら塊で入ってるんですよ。これがですね、ブロック、またファンシーソリッドっていうものです。これなんか食べ応えがありそうですよね。お魚の形がなんかちょっと残ってる感じもしますね。こんな風にそれぞれちょっと今手に乗せてみたんですけど、こう見ると全然大きさが違いますね。いや、ツナ缶って本当いろんな種類があるんですね。
さて今ですね、ツナ缶いろんな種類見てきたかと思いますけど、じゃあどんな栄養素が入っているかといったら、タンパク質、脂質、カリウム、ナトリウムが主な栄養成分となっています。そしてですね、ちょっとこれを見ていただきたいんですが、タンパク質でいうと生のサンマとあと生のアジと大体一緒ぐらいのタンパク質が入っているっていうふうに言われています。皆さん、ツナ缶といえばマグロなので、 DHA そして EPA が豊富に含まれているっていうイメージありませんか？でね、ちょっとねこれを見ていただきたいんですけれども、食品成分表で比べると、実はですねツナ缶ってあまり DHA も EPA も入ってないんですよ。で、見てもらうとですね、やっぱりサバ缶と比べると DHA が10分の1になっちゃうので、もしその DHA とか EPA を取りたいっていう方はツナ缶にはちょっと期待できないかもしれません。ねえねえ、知ってる？そして皆さん、ツナ缶なんですが、ちょっとね注意しないといけないことがあるんですよね。で、これアメリカで起きた事件なんですが、健康にいいと思ってある男性がツナ缶を週に10缶食べてたらしいんですよ。そしたらある日、心臓発作のような胸の痛みが出てきたので、慌てて病院に行ったそうなんですね。で、血液検査をしたら、なんと危険なほど高い数値の水銀が出てしまったそうなんです。ただですね、この男性はツナ缶をちょっと食べるのをセーブして、治療したら1ヶ月後には血液検査綺麗になったというふうに言われているんですが、クジラとかあとマグロって大きい魚じゃないですか。で、大きい魚の中には水銀が結構含まれていると言われていて、結構ね、健康被害とかも人間には出てしまうみたいなんですね。なので、適量ね食べる分は全然いいんですけれども、ちょっと週に10缶とか食べないように皆さんもしてください。そして最後まとめですね。で、ツナ缶はどちらかといったら脂質が多いですし、DHA とか EPA もそんなにたくさんに含まれてますよというわけではないので、脂質が気になる方はですね、油はちょっと控えていただいたり、ちょっと別のことに使ってちょっと捨ててもらってもいいかなというふうに思います。あとは脂質が気になる方は水煮缶をちょっと選ぶといいかもしれません。そしてですね、缶のその成分が気になる、溶け出すんじゃないかっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、今ですね、こういう袋に入ったツナ缶じゃないですね、これはツナ袋ですかね、あるので、ぜひそういったものを使ってみてください。で、ツナ缶ですね、全然悪い食べ物ではないので、ぜひ皆さんもね、大量に食べ過ぎないように食事に取り入れてみてください。さて今日はツナ缶についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？いいねと思われた方はグッドボタン、そしてコメント、そして皆さんチャンネル登録お願いします。ということで、今日も一日グッドラック。 See you next time!